なんか日差し取り入れてみた。めっちゃ声低い。忘れました。何回見てもない。これ荷物減らしたら失敗するんですよね。うん、女神のマルシェ見ました。ありがとうございます。見れました？スキー文庫でねのねやつね出させてもらいました。これめっちゃ可愛くない？バッグなんやけど可愛くない？ちょっと前に流行ってた巾着バッグみたいな。今日はセコンとか持ってこなくていいやと思って、そう、このちっちゃいバッグできました。パパに買ってもらいました。可愛くない？ずっと欲しくて、そう、でも売ってなくて再販、予約販売みたいなで何ヶ月か待ったんですよ。かわいい、これお気に入りです。今もね、欲しいバッグあるんですけど、バッグもこれあるからいいやと思って諦めた。人気です、これ。ちょっと前に人気だった。年内に買ってたんですよ、2020年で。2ヶ月くらい待ちました。そう、セブンネットで買えます。ありがとうございます。めっちゃ好き、イエイ。嬉しい、めっちゃ好き。そういえば昨日なんか携帯のメールになんか発送しましたみたいな、何を買ったかなみたいな、私が衝動買いしちゃった福袋が届くみたいですそういえばと思いました。そう、私がね勢いで買ったやつ、そう、洋服の福袋でも全然、私が最近好きなブランドで全然有名じゃない、多分失礼もし有名だったら失礼なんですけど、あの私の周りにはあんまり、なんかたまたまね、なんかインスタ、あ、ツイッターか、ツイッターで見つけたんですよね。可愛いなと思って、なんだっけ、ラポーネみたいな、そういう感じだったんですよ。全部形可愛かったから、SKE マスクケース、売りそうだけど売らないよね売られそうで売らない、マスクケース、今日も
今はひむ、めっちゃ光ってる。クラネだったら知ってる。逆に知らない。クラネって何？クラリネット。美味しい。自分で開けたけど。人生ゲームやる。人生ゲームもうくどいでしょ。まだやっていいですか。まだやっていいの。やっていいならやるけど。私編集しなきゃいけないものがある。そう、眩しい。ちょっと逃げよう。何やって感じだけど、あ、でも昨日ね、スイッチね、なんだっけ、ゲーム大全みたいなやつ買ったんです。なんだっけ、あ、遊び、あ、忘れちゃった、なんだっけ昨日買ったばっかなのに忘れました。何でしたっけ、遊び。なんか別に買うつもりはなかったんですけどね、なんか昨日おしりさんとゲームしようって言ってゲームしてたんですけど、その時になんかランキングみたいなの見てて、それ入ってて、で広告見たんですよ。そしたら面白そう、普通に面白そうと思って、そう買っちゃった。あんまやんないくせにあんまやんないくせにゲーム、そうゲームあんまやんないくせに買っちゃった。まあやいいんですけど、そんな、なんか昔はさ DS のカセットとかさ買うのもさ、なんか買って買ってって感じだったけど、なんか今ちょっと大人になっちゃったから普通に買っちゃうよね。よくないよね。え、めっちゃみんなルドーしてくるやん。ルドー、どんなやつだろう。全然昨日やったのはなんかオオカミとウサギみたいなやつで、オオカミ何回も開けて、あとオセロと、あとはスピードとかも1回だけやったピース。あとは何やったかな。ルドー一生終わんないゲーム、めっちゃ気になるルドー。次やるときやったらそれ押しますね。ルドー気になる。何ルド、そのカセットでできるんですか。遊び大全みたいなやつ、そういうことですよね。できるんだよね。それルドっていうカセットがある。こんにちは、仕事中スイッチのリングフィットアドベンチャーって筋肉痛になったあれ結構やばいらしいですよね。一時期ルドだっけ、ルドじゃない、リングフィットや売り切れてましたもんね。やりたい、あ、入ってんだ、やりたいな、めっちゃ好き。
ありがとうございます。一輪車乗れる、一輪車昔は乗れました。今多分乗れない。昔できたこと大体今できないけど、昔できなかったことできるからいいよね。別に人生ゲームね、ルンルンとドンちゃんとは今度やるよ。まあでもあれなんですけど、日を決めてないからいつやるか決めてないからあれなんですけど、もういつかやります。いつか。ジャスキーピース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 。配信する、プライベートでやったらちょっとやばいっしょ。またやるね、人生ゲーム。みんなが飽きてないなら毎日でもできる、正直。なんか私全然飽きないんですよね。そう、全然飽きないの。なんかね、人生ゲームもう5回ぐらいやったじゃないですか。で、配信してない時もやったんですけど、飽きないんだよね、なんか。やばいよね、普通に楽しくて。そう。なんか他の人生ゲーム欲しいなって思って調べるんですけど、デラックスばデラックスしか売ってないんですよね。なんかロフトも行ったし、ビレバンも、ビレバンじゃない、なんだっけあれ、あ、東急ハンズも見たし、あとおもちゃ屋さんにめっちゃ電話したんですけど、売ってないとこも多いし、あとデラックスポーツっていうのはどっかにあったかもしれないけど全然売ってないんだよね。そう、だから今買えるのはデラックスが一番買えるけど、あとはなんかあんま売ってなくて、でネット見ると結構もう生産終了してるんだよ。だからなんかそもそも売ってないんですよ、あんまり。そうなの。だからなんか数年前に劇場でやってた、ね、極劇からみたいな、なんかそういうめっちゃ暗い黒い人生ゲームとか今やりたいのに売ってないし、劇場のやつちょっと汚いしそう、やりたいんですけど。人生ゲーム、ももたん作ってた、ね、でも作ったのはこの間 YouTube でやった。なんかスタッフさん作ってくれてやった。人生ゲームまたやりますね。そんななんかやってもいい空気ならやりますね。やってもいいの？なんかうちらはやるだけだからいいんですけど、みんな見てるだけだから楽しいかなと思って、楽しいならやります。でもね、結構古い感じのおもちゃ屋さんとか電話したんですけど、全然なんかおばあちゃんがすごい電話出て探してきますって探してくれるんだけど、ないんですよね、売ってないんだよね。そう、全然売ってないんだよ。だからもう買うとしたらデラックスの橋かかってるやつ、すごいこんな橋かかってる人生ゲームが売ってて、それかなって感じ、買うとしたら。どんな企画でも見ます優しい。人生ゲーム、なんかリモートで、え、すごくない、なんかってキモい。リモートでドンちゃんとルンルンが楽しめるなら他のメンバーともやりたいけど、一回やってみるって感じ。キモいて。スケイボードゲーム部、ボードゲーム部ちょっと嫌な響きですね。はい、まあ、みんなちょっと記憶にあるか分かんないですけど、まあ、ちょっと言っていいのか分かんないけど、なんかもう5000人ぐらいしか見てないから言うけど、なんか一回街中で普通に街頭インタビューみたいなのになんか受けちゃって怒られたことある。その時ボードゲームの話だった
絶対なんか断れないタイプだから、なんか普通になんか断れないし、どうせ使われない、こんなくだらない話どうせ使われないだろうと思って言って、なんか怒られた。でも普通にね、言ったんだよ、ちゃんとマネージャーさんとかに、なんか街頭インタビュー受けちゃいましたみたいな言ったけど、なんか連絡が滞ってうまくいかなくて逃れちゃったんだよね、テレビで。そう、でもまあいいやと思う。そう、みんなも知らないから。で、放送されたよ普通に。で、バレちゃった、バレちゃったってか言ったんですけどね、ちゃんと言ったんだけど、なんかラシックの前で、あのテレビのインタビューに捕まりましたって言ったんだけど、なんか知らない、なんかあんまり伝わってなかった。マネージャーさん一人しか知らなくて、え、みんな知らないんだ、結構なんか言われたんです、なんていうかボードゲームそうで、私結構なんかドデスカだったかなって思ってるんですよね。だからこの間メーテレの人と話した、なんか怒られたんですよって言って、ボードゲームやってボードゲームの話して怒られたって。そう、懐かしい、懐かしいです本当に。そういう時もあったな。おしりんさんとみことさんとゆまなさん4人でどんなメンツでらしくおんねんやばすぎ、懐かしいよね。でもボードゲームはそんなあれですよ、知らないですよ。人生ゲームにこの間やったぐらいしか知らない、詳しくは知らない。うん、みんなあんま知らなかった。いや断れないんですよねあんまり。キモい、キモい、ボードゲームカフェね。そう、ボードゲームカフェの特集でインタビューされてんピンポイントで思い出させてくるやん。そう、ボードゲームカフェが流行ってるみたいな。そうで、なんかそういう特集だったらっぽいよ。今思い出したわ、 SK 版人生ゲーム作ってほしい。やったんですよ、ドラ1で。覚えてますか、ドラフトスゴロクみたいな。あれは私がどうしてもやりたくて。そう、止まった、ごめん止めた、今 LINE 来てたから。今日さ、タブレット持ってきてないからさ、携帯でやってるからちょっと不便なんだよね、ごめんなさい、 LINE しちゃった。うーん、眠いぜ。みんなは何時だったら見やすいですか、配信。てか明日さ、なんかあるよね、もしかしてだけど。明日なんかあるよね、ない、近いか、お話ちょっとなんか眩しいな。お話し会でした、眩しいです。でもね、あれ閉じちゃうと暗いんですよね。いや私ね、いつ結構ね、なんか毎日決まった時間に仕事してるわけじゃないから割とできるんですけど、まあ朝は、朝の8時とかは結構な一大決心がないと配信できません、眠いから今日9時とかさ、一番最初の時間に宅急便来て起きちゃった。何が来るんだと思ったら昨日のママに頼んだミッフィーのやつだった。
ちょっとまた LINE 来たからちょっと見てくるわ。